ハマレンゲニシパ準備できたよ。やりましょう。クレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。進ませてくれ。ですがクレベースはとにかく氷塊を放ってきます。とにかくね、一心不乱に。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。回避中ランコは無敵になるのどういう仕組みなの。その技ポケモンにも覚えさせてやってくれ、ランコ。お、来た。いや最後までランコ一人なんだな。ちょっとぐらい手伝ってくれてもいいのよ、ハマレンゲニシパ。どうせあれ投げるだけなんだし、沈めだもん。おお、でけえ、マジか。おいおい、15歳一人で戦う相手じゃないだろう。クレベース、いや、でっけえ。おお、いや、戦車使って戦う相手じゃない。15歳の女の子一人で戦うのこれ。おい、やるか。あれ、ここ降りれないんだ。まだ、え、てててて、待って待って、これ降りれないの。あ、降りて戦うわけじゃないのか。なるほど。いや、降りていいけどな、ランコ全然。いてて、あ、待って、なるほど、これが弾幕か。おら、よし、ナイス回避。おら、ギリギリ届くな。ギリギリ届く距離だ。おお、まずい、まずい、攻撃が、やばいやばい、ちょっとよく見えない攻撃が。待てよ、頑張れ。おお、いろいろやってくる。ちょっと待って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 、え、これ、いや、強くない。待って待って待って、あ、後ろが広いんだ。あ、なるほどなるほど、はい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 、回避に集中しろということだね。おら、グラビモスみたいなことしやがって。ピクモン投げる、よし。メラミ行け。氷タイプだろ、クレベース。よし、弱点つくぜ、メラミで頑張れ。どうすっかな。まあ氷タイプだからとりあえず火炎放射、北防低かったんじゃなかった、クレベースって。あれ、抜群じゃないんだ。おお、力技大地、マジか。うわっ、メラミ、え、待って、地面入ってる。あ、翡翠だからタイプ変わってるこれ。え、待って、これ何タイプ。あ、クリーミーで抜群。あ、やっぱこれ氷地面か。草タイプが抜群ってことは地面入ってる。臭いな。あ、待てよ。あ、氷岩タイプなんだ。あ、じゃあこれ毎回忘れるわ、やっときゃよかった。そしたらパワージェムかな。よし、これで倒せんじゃね。おー、ナイス、クリーミー。休まん、メラミ。タイプ確認すればよかった、最初に。ほら、よし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 。やべえな、でもランコの体力がもうつきそうだぞ。ちょ、ハマレンゲニシパ助けて。何してんのこの間。はいはい、そういうことね。こうやって後ろに引いて、はい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 、これでかわせと。そういうことか。前に行きすぎるとダメなんだな。よし、 OK、 もうちょい。弾幕来た。いや、分かってればどうということはない。後ろに下がって、下がって、よしよしよし、左右に動いて、右端左端交互に動いて、右端左端交互に動いて、よし。で、はは、つららが来て、つららが来た後に、あの氷ミサイルだろ、次。OK、もうパターン分かったな。氷ミサイルも、右端左端、交互に動いて、よし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 。で、この後ビームだよな。ビームの時に隙ができるから、積極的に投げていく。ほら、そしてランコ回避、危ねえ。よし、ナイス。まあまあ、攻撃パターンが分かればなんてことなかったな。マルマインの方が強かったかも。よーし、沈めー、沈め完了。うい、美少女、この時のランコ美少女、体の色キモっ。あ、そんな感じだったんだ。氷岩タイプか。めちゃくちゃ弱点多いな。あんまり実戦向きじゃなさそう。おー、クレベース、うひょー。あ、ありがとうございます。つららのプレート
え、これで最後だよね。最後のキングを沈めたってことだよね。え、どうなるのこれ。あ、カユジ。ずっと見てたのそこで。助けてよ。浜先生、そんなに気を落とされなくても。あ、浜蓮華ニチパが。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまったわ。いや、まあそうね。いや、マジランコ超人的すぎるよな。空から落ちてきたランコなるもの、化け物ですか。いや、俺も薄々そう思ってる。もうポケモンより強いんじゃねえのランコ、マジで。化け物じゃないよ。いや、そう思うのも仕方ない。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。いや、そうだけど、いや、ランコのこの戦闘能力マジで何なの。ランコさん、浜先生は真珠団を心より大事に思っていてくれるし、神王様を心から信じているの。うん。だから金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念なされていたの。なるほどね。まあでも今までのキャプテンも大体そうだったよな。でもそれも変わるね。はい、変わる。ランコさんが教えてくれたの。あ、共存の道。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。ああ、なるほど。私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。ポケモンを敬うだけじゃなくて共存するとね。もっと広い世界を見たいよ。カイユジ。なるほど、カイも変わりましたな。まあ未来ではみんな共存してるしね。お、責任者。さすがだよな、ランコ。わさびちゃんも来てるじゃん。荒ぶるキングをすべて沈めた。おう。え、どうなのこれ。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。変化か、時空の裂け目。それはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。あ、そうなの？裂け目小さくなってんだ。そのようだな。あの、雷の正体がな、結局何なのか。これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、うん、ランコがいれば大丈夫。いや、まだランコにやらせる気か。いや、もうだいたい沈め方分かったでしょ。そうだね、ランコさんがいるもの。いや、次からは自分でやろうとしてよ。めっちゃランコ頼みじゃん。あの世かい。お、西葉。お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。お、手を取ろうとしている。カイユジもびっくり。適当なことを。いや、ニッコニコじゃん。いや、いいんじゃない、手取り合ったらね。さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめ面、どのように変化したか見に行こうぜ。あー、真珠団と金剛団の関係性もちょっと良くなってきたのかな、これで。お、あ、みんないる。あ、ここ真ん中アランコのスペースかな。いいじゃん、なんか。あ、ゴレンジャーみたいじゃない。あ、でも関西シパとハマレンゲニシパちょっと色かぶってるな。いや、ハマレンゲニシパは黄色だったらな。ちょ、金髪に染めてくださいよ、ハマレンゲニシパ。ゴレンジャーやろうよ。ランコさん、キングとクイーンを沈めてこれからどうなるのかな。いやー、あれじゃない、アルセウスっていうか神王様じゃない、次はクレベースを沈める。ことの是非はまだ分かりませんが、良き戦いでしたぞ。沈めたのが果たしていいことなのかどうかっていうのはあるよね。さて、すべてのキングを沈めたんだ。あ、めっちゃ電木の旦那の顔を見に行きたいじゃん、責任者。空から見てたけど大迫力。いや、見てたんかい。いや、手伝ってよ。見てるだけじゃなくて。ニシパ、生き生きな方あげる。いや、ニシパの頭ちょっと生き生きなほっぽくないね。ニシパ、それ持って帰っていいよ。うん、金剛団のみんな食べて。あ、なくなっちゃった。えい。逃げろー。わー。団長。団長沈めましたよ。すべてのキングが荒ぶり、荒ぶったキングをすべて沈めたか。沈めました。見事に。一連の事件の理由は不明のままだが、
とにかく型がついてよかった。そうっすね、マジなんで荒ぶったんだろうな。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が翡翠に安寧をもたらしたな。いやーね、真珠団と混合団も長くなりそうだしね。そう、明日から普通の日々が始まるな。ちょ、フラグ団長始まんないんだろうな。芋づる艇にて需要を取れ、体をゆるりと休めろ。あ、はい。銀河団が安心して翡翠で暮らせるようになるまで調査隊の仕事に終わりはない。明日から何すんだろうな、ランコは。やった、達成した。いやでもそろそろその神王様関連の話来そうだよな。あのアルセウス、パルキア、ディアルガっていう。あ、来た毎回食うな、ここで。ムベさん、いつもの、いやもう芋持ちがいねえの、ちょっと。いや、毎回同じメニューじゃん。あと、美味しいものがあれば、あ、そうそうそう、あの、魚とかね、食いたいよな。あ、でも、魚もポケモンなのかな。翡翠のバスラオはうまいとかあんのかな、もしかして。クレベースも沈まったから、翡翠のあちこち調査できるよな。あ、やっぱそういうこと？新しいエリアとか出んのかな。何もしてないクレベースまで沈めるのはと考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。ああね、そや博士そういうこと言ってたな最初。ランコが落ちてこなかったら荒ぶったキングたちによってとんでもない被害になっていたのかな。ああどうなんだろうな。全てのキングを沈めても時空の裂け目は消えないんだな。まあ今んとこ人間には被害出てなそうだったけど。でも時空の裂け目がなくなったらランコは戻れなくなるのか。あ、確かに。そうだね、そうかな。いやでもそうだよな、あそこから落ちてきたんだもんな。調査すればいいのです。それにランコくんの居場所はここ寿村ですから。いやいやでものぼりさんもだけど、さあ明日からも、いややっぱ元の世界には戻れた方がいいんじゃないの。僕たち調査隊の目標はポケモン図鑑の完成ですからね。うん、いやだってランコも親とかいるでしょ元の世界に。ランコがいればポケモン図鑑も完成しますよ。そうだ、俺ランコの助手をしようか。え、あ、テルが助手してくれんの。何を、テル君も立派な調査隊員です。いやでもテルがやってくれるなら嬉しいけど。まあそんなことありますけどねよし、たらふく食ってたっぷり寝よう。わはー。あー、いやでもそうだよな、ランコが元の世界に戻るっていうのもまだ残ってるよな。その辺のことを今からやっていくのかね。最後のキングを沈めて、いよいよアルセウスとかとご対面かな。おっ、ドッグオーゴ博士寝言がでかいよ。うるさいよ博士。異変、お、異変だって。外へ出て様子を見る。あ、なんだ、何かが起きてる。え、サクの鳴き声なんだ。博士じゃないとしたら、お、おー、なんだ、え、なにこれ、空がキモい、空がバグっている。あ、た、隊長、ランコ、大変なことになっちまった。隊長、そこにケムッソいるけど平気。あげまるいるけど。あ、なんか広がってない？裂け目。団長。え、広がってるよね絶対、裂け目が。あ、え、そこどこ？屋上？あ、そんな場所あったんだ。銀河団本部に。え、異変が起きた。時空の裂け目から何とも言えないエネルギーが溢れ、何とも言えないって。原因不明とか言って。空が赤く染まったのです。時空の裂け目のせいなんだ。伝言がある。隊長。団長が即刻参れと。あ、団長、呼び出し。昨日の今日で。え、何？え、ランコだけ？あ、カウジ、責任しろ。うむ、まがまがしい。そうとしか言えない空となったな。そうですね。なんだよ、旦那。うん。キングを沈めた後の話し合いだよね。あー、でもそれどころじゃなくなったんだよ。それよりも確認すべきことができたのでな。確認、
ランコが落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出したな。え、何かしらの関連を、いや団長、いやまあ関連はあると思うけど、ランコよ、お前は何者だ。いや、おしゃれ大好きなポケモンマスターです。わかりません、調査。これランコが疑われてんの？いやでもわかりません、なんでランコが落ちてきてそうなったのか。そうであろうな。うん、時空の裂け目を通じてお前と荒ぶるキングたちはつながっていたの？いやどういうこと？いや団長、それはとんでもすぎますって。いや、キングを沈めていくことで私たちの所有、てか団長が沈めてこいって言ってたんじゃないですか。それに従ってただけでさ、ランコは。して今度は何をする？何、いやおい、一発殴れメラメン、こいつ。ちょ、な、何言い出したのこのおっさん突然。いや、ランコは悪くないよな、もう。旦那、いや、どうした？何もランコさんが何かしてると決まったわけでは。いや、そうですよ。ちょっと短絡的すぎません？いろいろ。そうだぜ、ランコがそんなすげえ力持つとかありえねえだろ。いや、まあ、ランコはすげえ力持ってると思うけど。潔白であると言い切れるのか？いや、それ言い出したら団長だって、潔白であるって言い切れるんですか？時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。いやー、でもずっと協力してきたけど、銀河団に。誰が素性を保証できるのだ？誰が大丈夫だと保証できるのだ？いや、そういうのも込みで銀河団入れたんじゃないの、団長は。それは鬼の証明だよ。ランコさんに、そうだよ、カイウジ、言ってあげて。それで言ったら団長だってね、何も関連がないなんて言えないしね。証明だなんて誰にもできないよ。無理難題ふっかけるなって。責任しぱ、ランコはどうすりゃいいんだよ。ニシパの方が冷静じゃん、団長より。何考えとんねん。調査の機会を与える。調査、ただし銀河団としてではなく疑いを晴らさねばならぬ。いや、疑ってんの団長だけだけど。一人の容疑者としてだ。ことぶき村では空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。いや、団長でしょそれ。もう団長しか怪しんでないけど今。それゆえ銀河、いやマジでちょっと、いや理不尽すぎないこのヒゲ。異変の理由は、いやランコがかわいそうすぎる。いや、事態を解決して身の潔白を証明で、いやで結局ランコに解決させんのかよ。ことぶき村に入る、いや、ちょ、団長、いや、マジ一発誰か殴った方がいいって。良いな、島星。マジか。銀河団対談。はい。なんと無情な。ランコさんを信じないの？いや、そうだよ、カイウジ。言ってやって。かばいだて無用、話聞かねえ。銀河団団長である私の責任において果たすべき責務。おい、責任取んのか、ほんとに。これまでの功績、お前の異能は認めている。うん。それゆえ、とらえず自由にするのだ。あ、自由ではあるんだ。あ、ただ銀河団は退団するという。いや、マジ、団長急にどうした？いや、まあ、ランコを疑うまではわかるけど、追放ですか？いや、追放まで行く。はぁ？いや、はぁだよな。決定である。いや、こういう状況だからこそいた方がいいんじゃないの、ランコみたいなのが。行くぞ。あ、動ける。ちょっと博士、テル、話せるわけじゃないのか。おい、すぐる、あげまる、救命め。いや、あげまる全然進化してねえな。あ、すいません。あ、隊長についていくんだ。マジか。わあ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 。怖い。怖いって何？いや、怖くないよ。ひなっちゃん、ひなっちゃん。こちら、ああ、はい。話せたりはできないのね、みんな。まさか。いや、違うよ。もうちょっと団長のせいでなんか、みんなに疑われてんじゃん。ちょっと。信じられない。いや、ちょっとカメラ屋のおっちゃん。やはり空から、ちょっと、やはりってない、やはりって。
そんな目で見られてたの、ランコ。おい、みんな。デンスケ、ここまでです。お前も疑ってんのか、おい。大量発生報告おじさん。承知している。え？あ、見送りはここまでってこと？だがこの者は私の一存で入団させた。原野ベースまで同行し、責任を持って銀河団から追放する。隊長。いや、こんなんちょっと。俺も行くよ。テル。もちろん、博士。ありがとう。許可する。いや、こんなんランコ闇落ちして、ポケモン引き連れて、復讐しに来てもおかしくないぞ。行き先原野ベースですね。ええー。え、こんな展開入れてくるんだ、ポケモンで。おい、胸クソ展開じゃん。え？あ、原野ベース。隊長。博士。ボスもひどいよな。いや、もう、ボスじゃないけどね、ランコにとっては。ランコは任務でキングを沈め、いや、ほんとそれな。いや、団長言われたからやってたんだぞ、ランコは。そうです。空から落ちてきたとはいえ、ランコ君に空を赤くする力なんてないですよ。まあ、関連を疑うのはわかるけど。It's unforgivable で、ちょっと待って、ちょ、翻訳するわ。待って。翻訳アプリで翻訳します。それは許されない決断です。なるほど。それは許されない決断です。非科学的です。科学者として断固抗議するのです。お、博士。博士も裏切ってくれんの？ランコをこれ以上困らせるな。いや、博士が抗議してくれるのは嬉しいけど。ランコをかばうことで博士たちに類が、いや、そうなったら反銀河団作ろうぜ。野党三姉妹入れてもらおう。だが、君に感謝している人間もいる。隊長。関や海がそうであろう。ああ、そうね。まあ、あの二人は。そうです。混合団、真珠団であれば、ランコ君をかくまってくれるかも。あ、なるほど。そっちに行けと。と言っても、関さんも海さんもそれぞれの集落に戻られましたし。あ、戻っちゃったんだ。キクイさんなら、巨木の戦場にいるだろうけど。ああ、キクイね。ヨネさんはどこにいるのか。あ、ヨネさん。あの、怪しい様を呼んでくれた。命令する。のたれ死にするな。隊長！隊長もかばってくれてんだ。調査のための便宜は図っておく。隊長！いいか？誹謗も称賛も、所詮は他人の感情。重要なのは、君自身がどうあるべきか、強く持つことだ。隊長！ちょ、隊長が団長になって始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのです。いや、野党ご兄弟になろうぜ、もうみんなで。ちょ、抜けようぜ、あんな団も。あ、え、みんないるじゃん、ちょっと。あ、同じこと言ってる。ちょ、隊長、誹謗も称賛も所詮は他人の感情ね。いや、隊長いいこと言うわ。あ、お前もいるのか。あ、お前も手伝ってくれんのか。名もなきもみあげ。え、これ帰れないのか。あ、マジか、村戻れないんだ。おいおい、やってくれたな、団長、マジで。え、何これは、じゃあ、そのキクイに会いに行けってこと。あの、闇の石手に入ったんで、ちょっとこのタイミングで、ちょっと進化させようと思います。イメカラスを。はい、見守る。いや、色違いのドンカラスってどんな感じなんだろう。これさ、進化してまた色変わるパターンもあるよね。いや、紫闇カラス俺気に入ってたけど。さあ、ドンカラスは、おお、紫のままじゃん。あ、いいじゃんいいじゃん、イメカラスのままじゃん。あ、やったやったやった。え、かっけえ、紫ドンカラス。おい、おお、ちっちゃい。意外とちっちゃい。そうか、親分がでかかったんだな。え、ちょっとイメカラスさ、ちょ、団長の部屋のベランダにさ、うんこしまくってきてくんな。ねえ、ちょっとあいつ思い知らせてやんないとダメだわ、一回。なあ。
マジ闇カラス大量に引き連れてさ、うんこしまくってきてよ。お揚げちゃんも進化させよっかな。ゾロワークだよね。ゾロワークになるよな。翡翠ゾロワークか。どうなんだろう。見守ろう。どんな感じになるんだ。いや、まあでもカラーリングがめっちゃ可愛いから、このカラーリング引き継いだらそんな、怖いなこれ。どんななるんだ。お、なんかすごい。違う。なんだその髪型。全然違うじゃん、元のゾロワークと。かっけえ、後ろの毛を前に、わっさーやってる。何それ。何そのおしゃれなヘアスタイル。ちょっとお揚げちゃん。見して見して見して。おい。めっちゃかっこよくね？ちょっと。何この中二病満載なデザイン。かっけえ。白狐じゃん。ああ、同じやってる。あ、かわいい。じゃあ、おうやってよ。かっけえ。ちょっとなんか、すごいな。元のゾロワークとだいぶ違うな。いや、元のゾロワークより好きだな。俺、翡翠ゾロワークの方が。すげえ、ちょっと、髪すごいな。これ、髪なのかな。なんそのもっさーなってんの。すげえ、デザインがいい。ちょっとこのふわふわしてんのいいなあ。このふわふわがなんかもう中二だなあ。おい、中二ゾロワークだなあ。いや、元のゾロワークも結構中二だったけど。あ寝ちゃった。ちょっと寝姿。おい、寝姿までかっこいいのかよ。ちょっとこれランコとさ、なんかこうで合わせれそうじゃない、ゾロワーク。ね、この赤白で統一して。絶対できるよね。ちょっとマジ、寿村これ戻れるようになるよね、多分そのうち。さすがに一生追放はないよな。いや、寿村戻ったらさ、マジゾロワークコーデしようぜ、ランコ。マジめっちゃかっけえわ、このゾロワーク。気に入った、気に入りました。ごめんランコ、ごめんいた、ごんべ。ちょうどコーヒー飲んでた。マジ溺れそうになった今。ごんべだよね。ごんべだ、絶対ごんべだ。いった。いや、足なんてかまってられるか。ここにいたんだ。それともあれかな、ストーリー進んだから出たのかな。ごんべ、食うだろごんべ。食う。あ、食ってる。ちょっと見た。食うのやめちゃった。いないよ。ちょっと。めっちゃついてくる。ごめん。バレてないかな。ちょっと。めっちゃ回る。ちょっと待って、これ食って。これ食うとこみたいな、お。いや、じゃあ、ゴンベの足音かわいい。なんかポンポン言うんだけど、ポンポン言ってんだけど、ゴンベの足音。あれ、走った、見つけた。あれ、どこ行くんだ、おい、おい、待て。あれ、ゴンベってこれ、もしか、ないその顔。ゴンベってもしかして逃げないのかな、これ。で、絶対バレてるよね、ランコ。食ってる。おい、ちょっと待って、ここで一生遊べるんだけど、俺。ゴンベ。逃げた。これ逃げない、消えないよね、大丈夫だよね。おい、じゃあ、すべての挙動が可愛いんだけど。ゴンベ、待って。この、走るとき口開けてんのが、可愛い。食うときも可愛い。走るときも食うときも可愛い。わあ、ちょっとそうそう捕まえるかじゃあ。おい、うちの子になれ。おら、よっしゃ。やったー、ニコー。いや、マジ捕まえた後もさ、走り回ったりしてほしいよな。走るの見たり、餌あげたりできたらいいんだけどな。なんか放牧場の中でだけそういう風にできたりしないのかな。そういうアップできたりしないかな。ごんべー。
ゴンベ。ぬいぐるみ欲しい、ゴンベの。買おうかな、マジで。いやー、なんかこうしてるともう、なんか銀河団追放されたこととか、どうでもよくなってくるな。俺はもう、一生ゴンベと遊べてたらそれでいいよ、もう。それだけで翡翠地方来たかって。ゴンベで行こう。いや、ちょっとマジで悩んだんだけど、ちょっとノラクロと入れ替えで、はい、ゴンベ入れました。あ、やっぱパーティーにね、マスコットキャラ的なやつが欲しいなと思って。もうゴンベはもうせっかく捕まえたからもう大抜擢で。ゴンベ癒しキャラ。あの、カビゴンにはする予定ないです。ゴンベのまま行ってもらう、ゴンベには。パーティーの癒し枠になってもらう。よろしくな、ゴンベ。よっしゃ、行くか。キクイのとこ行ったらいいんだよね。だけどさすがにね、手を差し伸べたいけれど、カイさんに迷惑かかるからね。いやいや、いや、カイウジも絶対助けてくれると思うけどな、ランコのこと。バサギリを沈めてくれて、感謝しているし、報いたいが。え、ダメなの？俺一人ではどうにもできないね。マジか。ヨネさんならなんとかしてくれないかね。あの人面倒見がいいからね。あ、ヨネさん。あ、混合団の方当たってみるの、今度。ヨネさん、おそらく、削られ橋にいるのではないかね。なんでも思い出の場所らしいからね。削られ橋か。え、どこそれ。広大な翡翠の大地、どこかに居場所はあるからね。え、いやでも海遊寺に言ったら絶対なんとかしてくれそうだけどな。あ、ヨネさん訪ねるんだ。おい、キックえよお前。いや、このゴンベイの悲しそうな顔を見ても何も思わないのかお前は。あ、楽しそう。悩みなんてなさそう。あんたのことはリーダーから聞いた。ことぶき村に戻れないんだろ。ああ、知ってるんだ、ヨネさんは。いや、そうなんですよ。だけど金剛団でもあんたを助けられないよね。なんで。いや、責任出版言ってよ。あんたのために金剛団と銀河団が争ったらあんたも嫌だろ。いやいや、争わないって。もう怪しさまに好かれたあんたに味方したいけれど。今は許しておくれよ。マジか。いや、絶対助けてくれると思うけどな。大丈夫、時は解決してくれる。それに、あんたは運命を切り開いてきたよね。これまでもこれからも。そんな。ランコ一人で何とかしろってこと？ランコ。どうする？マジで野党三姉妹のとこ行くしかないんじゃないのこれ。クルオー。ポケモン？ん？あ、コリンクだ。何このコリンク。どうした？ランコ？あ、ニコ。悲しそうなニコ。何？あ、ルクショーがいる。なんだ？ただの野生のコリンク。いや、何この演出。ポケモンしか味方がいねえ。マジでランコ。あなたの周りでは不思議なことばかり起きますね。その声は、ウォロニキー！ランコさん！ウォロニキー！助けて！探していましたよ！探してくれてたの？お得意様がいなくなると自分、ウォロニキー！ありがとう！ウォロニキー大好き！事情は知っております。優れた商人は情報の重要性を分かっているものです。ウォロニキだけが手を差し伸べてくれた。さて、銀河団はもちろん、金剛団、真珠団にも居場所がないようですね。いや、そうなのよ。ご安心ください、ウォロニキ。誰もが翡翠地方の全てを知っているわけではありません。いいところを教えますよ、ウォロニキ。自分には、ウォロニキありがとう、ウォロニキ。やべ、ウォロニキの好感度グーン上がったんだけど。ウォロニキありがとう。
こちらです。いやランコよかったな。え、ここどこ？ボロ屋ですが。あ、え、ウォロニケの家もしかして？ちょ、マジ？ありがとう。おい、マジかよ、ウォロニキ。隠れ里の主を訪ねる。あ、やっぱここウォロニキ。ウォロニキは隠れ住んでる家ってこと？え、誰？またゾロ怠けに来たのか？空が赤くても変わらぬやつよの。え、誰？誰？ウォロニキ。どうも、コギトさん。いや、誰？今日は翡翠の神話や伝説を学びに来たわけではないのです。あ、ウォロニキの家じゃないの？おいや、マジで誰だ？コギトじゃ。してこやつは？マダム。え、マダムだよね？さすがに？さすがに女の人だよね、この人は。まさに時の人ですね。え、てかなんか、ウォロニキと顔似てない？荒ぶるキングたちを沈めたランコさんです。顔っていうか髪型。ああ、以前話しておった時空の迷い人か。時空の迷い人。はあ、そなたのおかげでようやく務めを果たせそうじゃ。あ、なんかこの人もシロナさん似てない？服装とか。時空の迷い人。もう、務め？時空の裂け目は捨ておけん。時間空間の均衡が崩れかねん。え、何？なんか、すべてを知る人じゃん。それを防ぐ使命を託されたのが、時空の迷い人であるそなたじゃ。防ぐ？ふう、長い話になるの。マイレ、自慢のいおりに入れてある。あ、やっぱりコギトさんの家なんだね。ウォロニキの家じゃなかった。あ、いやでもありがとう、ウォロニキ。かくまってくれそうな人だ。あ、家ん中はこんな感じなんだ。時空の裂け目はの、いくつもの時空につながる穴という。時空につながる穴。その一つ、遥か向こうの時空におられるのが神王様。あ、別世界にいるってこと？本郷団の真珠団の。いや、まあどっちもだろ。これは王子雷魂これ中という、四方上下これうという。え、何急に。現在を含む未来、すなわち時間を宙と呼び、前後左右上下の全方向、すなわち空間を宇と呼ぶ。ほう、難しい話だ。わかるな？時間と空間合わさって宇宙となる。あ、宙と宇ってそういうことね。金剛団真珠団のように時間と空間どちらかだけをすごいと言えるものかの。ああ、なるほど。言えない、どちらも宇宙。あ、どちらもあってこそ世界が成り立ってるってことね。ま、異なる時代を知るそなたには分かる話よな。てか思ったんだけど、コギトさんもさ、服装現代的じゃね。さて、時空の迷い人よ、使命の内容を伝えようぞ。なんかこの時代っぽくないよな、服装が。翡翠地方にある湖、真珠湖、立志湖、H 湖。あ、出た。それぞれに心を表すと言われるポケモンがあってな。アグノム、ユクシー、エムリット。湖の3匹の試練をこなし、授けられたものを霧の遺跡に持っていくのじゃ。そこで得られる赤い鎖なら世界を繋げられるらしい。パルキアとかディアルガを、なんだっけ、捕まえるやつじゃなかった、それ。世界を繋ぐですか。裂け目を閉じるのではなくて。あ、でも、繋いだらランコは帰れるってことかな。そのような目で見るな。わしだって、裂け目が生じたら湖を巡り、霧の遺跡に行けという大昔の話が、どこまで真実か知らぬ。あ、コギトさんはそういう伝説を調べてる人なのか。それでも、伝承せよとの役目は果たさねばならんからの。先祖も罪じゃ。子孫の苦労も考えずに伝説など残しよって。あ、コギトさんの子孫が残した伝説なのか。ふう、そなた、使命が分かったならやるよな。そう、三つの湖に行けということか。無理です。いや、ちょっといろいろあったからね、ランコもね。精神的には参ってるよね。無理です。たわけ！あ、怒られた。たわけててすいません。そなたが世話になったであろうポケモンや人がどうなってもよいのか。いや、てか、この状態続いたらどうなんの？アルセスフォンが反応している。もしもし、ランコ、三つの湖に行きなさい。
そこでよくしよまた切られちゃった小木田さんの容器にはクラフト代もありますし、材料であれば自分が手配しますよ。もちろん代金はいただきますがね。あ、オラニキ材料とか取ってきてくれんの？放牧場はって、いや別にいいだもん放牧場はそこまでオロニキに頼るな。確かに放牧場はどうしますかね。いやでもあのもみあげがベースキャンプにいたもみあげが、あ、けーん？なんじゃ今の鳴き声、今度はポケモンでも迷い込んだのか。え、ケイシーの鳴き声じゃなかった？そなたたち見てまいる。あ、ケイシー、はいはい、隊長のケイシーだわこれ。ランクさん行きますかね。おん、行こう。あ、オロニキ、コギトさん、あ、同じこと言ってる。オロニキ、あ、同じこと言ってる。え、隊長のケイシーじゃないこれ。もしかして何か伝言というか。あ、ほら、おや、ケイシー、どこからテレポートしてきたのでしょう。いや、隊長が何か持ってきてくれたのではこれ。あら、手紙ですね、ランコさん宛ての手紙。隊長では、ランコは手紙を読んだ。ランコ、私のポケモンを通じて放牧場のポケモンやり取りしろ。いや、絶対これベースキャンプも使えるよう手配した。うん、優れた調査隊の一員として君がこの異常事態の調査をいち早く終えることを信じている。いや、絶対隊長じゃんこれ。調査隊隊長しま、隊長隊長を助けてくれてるじゃん。もしかしていい知らせですか。ボロニキと隊長の好感度の上がり幅えぐい。いや、秘密です、これは。隊長とランコと俺だけの秘密。さてと、三つの湖を巡るですか。なかなかに骨の折れる仕事。どなたか手伝ってくれませんかね。いやいや、ランコ、ランコ、手伝うよ。え、オロさん、商人というのは抜け目ないね。こういう字、わ、責任しパモ。とりあえずよ、混合団の連中は安堵させてきたぜ。ちょっと、助けてくれんの、やっぱり。キャプテンたちもキングの様子を見てるが、問題ねえってな。おい、熱い展開、何？だがよ、表立ってあんたを助けるわけにはいかねえ。電木さんの面目潰すと、団の関係をこじれそうだしね。いや別に、いいよもうあのおっさんの面目なんて潰れても。ぺちゃんこにしようぜ、むしろ。つまりだ、こっそり助けてやるから、俺かこいつかどちらか選べ。は？選ぶ？え、いや、無理無理無理。まあ選ぶ。いや、いや、無理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 、どっちかって。いや、一緒でいいじゃん。二人協力してよ。いや、無理じゃあどっちか選ぶ、無理。え、え、じゃあ、ボロニキがいい。ボロニキ。いや、ボロニキダメだな。え、なにこれ。え、いや、無理だって。いや、無理だって。そんな選べないって、ちょっと。やだ、一人で行く、出れねえ、くそ。え、マジで、マジで選ぶの。いや、無理だって、こんなん答え出ないって。